データゼネラル1はデータゼネラルが開発、販売したポータブルパーソナルコンピュータ。1984年に米国のリンカーンセンターで正式に発表された。4kg のバッテリーで駆動する1984年モデルのデータゼネラル1は MS DOS が動作し、2台の3.5インチフロッピーディスクドライブ、79キーのフルストロークキーボード、 1 2 8イトから5 1 2イトのメインメモリ、標準的な8 0 2 5時、または CGA グラフィックを表示可能なモノクロイル CD 画面を搭載していた。当時のデスクトップ機に匹敵する機能を持つラップトップパソコンであった。データゼネラルンは同時期のポータブルコンピューターと比べていくつか特色を持っていた。例えば、 1983年にヒットした、ラジオシャック TRS-80 モデル100は同等のサイズで IBM PC 非互換機であった。これは小さなバッテリーで駆動可能な膝に乗るコンピューターであったが、328時、画面、基本的な機能のみを持つロムベースの OS を搭載し、フロッピードライブは内蔵していなかった。1984年に、 IBM から発売されたポータブル PC はデスクトップ PC 相当の能力を持っていたがバッテリー駆動できず大きくて重たくラップトップにはほど遠いものであった DG-1 はわずかな成功を収めたのみであった一つの問題として3.5インチフロッピードライブを採用していたことが挙げられる当時は5.25インチフロッピーディスクが 標準であったため著名なソフトウェアが利用できず、またディスクはコピープロテクトがかけられていたため、フォーマットを変換してソフトウェアをコピーすることも困難であった。CPU は8086の CE o s 版で、IBM PC の8088と互換性はあるが若干遅く、標準クロック 4.77MHz の代わりに 4.0MHz で駆動していた。 ポータブル PC とは異なり、DG-1 は一般的な XT バス拡張カードを搭載できなかった。RS-232 シリアルポートを内蔵しているが、設計時点で利用可能であった CMOS シリアルア o チップの CMOS 版、INTEL 8251は、IBM PC 標準の8250シリアル、IC とレジスタの互換性がなかった。 その結果、PC のシリアルポート用に開発されたソフトウェアは正常に動作しなかった。クリエイティブコンピューティングは 2895US ドルという低価を競争力ある価格と表現したが、これは非常に高価なシステムであり、また以前値段が高かったラムや外部5.25インチドライブなどの増設が必要とされた。ピエール・カルダンによって設計されたバッグを含め、 製品のスタイルは当時の多くの平均的な PC 購入者より上位の市場を対象にしていた。データゼネラル1はダム端末エミュレーターも内蔵しており、ADM-3A やデータゼネラルのダッシャー端末などといった端末を通して組織のデータにアクセスする高価なミニコンピュータ、またはメインフレームを抱える企業の顧客を誘い込もうとした画面は 他の優れた点を総裁するほど劣っていた。液晶ディスプレイはサイズが大きかったものの、コントラストが非常に低く視野角も狭かった。インフォワールド氏は、そのひどい画面はディスプレイよりもいい鏡になった。と述べ、PC マガジン氏は、電源を入れないのかい入ってるよ。という会話はジョークではなく、オフィスであったことだ。と報じた。ありがとうございます。